皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。学力だけ低いです。なぜだ？ラクロス部だから関係ないかな。ありがとうございました。ん？あれ、あそこにいるのってタツコさん？あんた男だろ、思い切って行きな。いいな。ん？気合い入れでもしてもらったのかな。はい、東堂さん、またお願いします。また？タツコさん。ああ。はい。どうしたの？何かあった？何か？ああ、さっきの。なんか知らないけど、よく相談されんだよ。老若男女問わず。へえ、そうなんだ。え、そうなんだ。何の相談？色恋沙汰が多いね。今のやつに至っては気合い入れてくれだとさ。ああ、やっぱりこれから告白でもするのかな。もしかしてその相手ってひそかさん？私を何だと思ってるんだか。頼りにされてるんだね、タツコさん。頼りね。えまあ私には関係のないことだ。どうでもいい。そうなの？とか言ってやっぱり放っておけないんでしょ。さあね、言いたいこと言ってるだけだ。あとはあいつら次第だろ。確かに。さあ、くだらないこと言ってないで、そろそろ教室に戻るよ。うん。タツコさんって実はテリアさんなのかな。お、オス。オス、今ちょっといいか？いいよ。オス、こう？どうしたの？改まって。今度の日曜日ってお前空いてっか？空いてるよ。うん、空いてるよ。城見てんだよ。お前も一緒に行かね？行く。うん、行きたい。よかった。どうした？こう？あ、悪い。ちょっと安心じゃなくて、あ、いや、なんでもね。そう？そう？今度の日曜日、バス停で待ち合わせでいい？ああ、楽しみにしてる。じゃなくて、楽しみにしてろ。じゃな。うん、またね。コウにデートに誘われちゃった。今日はハリーとデートです。洋服はこのままで。アクセサリーを買いましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。こうは、あ、いた。ごめん、待った？お、ああ、待った待った。けど。けど？おお、おしゃれ。こういう服好き。けど？お前を待ってる時って不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。そうなの？悪くないかも。いや、なんでもね。そう？はい。まあ、今日の服は何？あ、これ？おかしいかな。ちげえよ。すっげえ似合ってんな。ありがとう。そうかな。やった、この服こう気に入ってくれたみたい。さすがにでっけえな。そうだね。どこ行く？そうだな、展示コーナーを見ようよ。俺結構城とか好きなんだよな。じゃ行くか。うん。おお、歴史的に価値のあるっぽいものが並んでるな。そうだね、見るものが多くて迷っちゃうね。教科書に載ってたものもあって感動。歴史の勉強みたいで疲れちゃうね。そうだな、一番上かな。
見るものが多くて迷っちゃうね。だったら刀見に行こうぜ。刀、すっげえ有名なやつがあるんだってよ、ここ。そうなの？うん、いい感じだよね。すっげえ楽しかったわ、マジで。なあ、誘うからまたどっか行こうぜ。うん。なあ、まだ大丈夫か、時間。大丈夫だよ。うん、少しなら。じゃあそれ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。うん、うん、ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。うん、またね。コーに家まで送ってもらっちゃった。ハリーに電話しよう。あれ、あー、コー、黒宮ユリアだけど。どうした、コー？あ、悪い。え、俺もお前に電話しようとして通話ボタンを押したとこだ。じゃなくて。そう？なんだよ、なんか用があんだろう。早く言え。うん、あ、来週部活でもうすぐ文化祭準備か。ちょっと先なんだけど、11月11日を1111ポッキー&プリッツの日だ。さーて、あ、そういえばオルカショーが始まったんだよな。臨海地区の水族館に行こう。11月11日に水族館に行かない？行く。やった。つか行かないわけねえだろ。そう？じゃあ11月11日に羽ばたき駅で待ってるから。うん、楽しみにしてる。じゃなくて楽しみにしてろ。うん、じゃあな。うん、またね。やった、早く11月11日が来ないかな。お、オス。オス、今ちょっといいか。いいよ。オス、こう、どうしたの、改まって。今度の日曜日ってお前空いてた？文化祭準備なんだよな。空いてるよ。うん、空いてるよ。じゃあ公園通りでも散歩すか、どうだ？する。うん、行きたい。よかった。どうした、こう？あ、悪い、ちょっと安心じゃなくて、あ、いや、なんでもね。そう？そう？今度の日曜日、公園入り口で待ち合わせでいい？ああ、楽しみにしてる。じゃなくて楽しみにしてろ。じゃな。うん、またね。ふふ、コーにデートに誘われちゃった。今日はハリーとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを変えましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな、コーは。あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った待った。けど。けど？けど？お前を待ってる時って不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。そうなの？悪くないかもな、お前の噂。いや、なんでもね。そう？はい。ああ、今日の服。何？あ、これ？おかしいかな。ちげえよ、すっげえ似合ってんなって。ありがとう。そうかな。やった、この服こう気に入ってくれたみたい。お前どっか行きたいとこあんのか？そうだな、ね、いいぞ、じゃ行くか。どこに行くの？
あ、ここか。お、いいのミッケ。お前これ似合うんじゃねえの。あれ、なんか前回と違うな。あ、これもしかして似合わないのを勧められてる。うん、パス。ほんと？今度チャレンジしてみよう。どうしよう、迷うな。そうだな、これではないような気がする。ということはこっちかな。パスだよな。その切り返し、さすが俺が見込んだだけある。うわー、引っ掛け、怖い。やったね、バッチリ好印象。今日はお前と一緒ですっげー楽しかった。また誘ってやっから付き合えよ。うん。なあ、まだ大丈夫か、時間。大丈夫だよ。うん、少しなら。じゃあそれ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。うん、うん、ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。うん、またね。コウに家まで送ってもらっちゃった。佐伯くんに電話しよう。はい、佐伯です。あー、佐伯くん、私黒宮ユリアですけど。はい。あの、黒宮ユリアです。あー、なんか用か。うわ、23か25か。じゃあ23日。さーてどうしよう、水族館で行っか。臨海地区の水族館に行こう。23日に水族館に行かない？無理。え？無理。水曜と金曜は店あるから。ああ、そうだったね。じゃあ今度から水曜日と金曜日に電話するね。そうなんだ、じゃあ仕方ないね。そういうこと。また今度な。うん。そっか、お店か。次から気をつけなくちゃね。今日の文化祭、私たちのクラスの出し物はディスコ。早く教室に行って開店準備しなきゃ。あ、ハルシちゃんだ。ギクシャクしてる状態だけど出てくるんだ。そうそう、あのクラスのお好み焼きは絶品やで。私が言うんやから間違いなし。その通りだな。で、あんたはどこの学校のなんて名前のお人なん？え、他校の人に話しかけてるの？すっごいメンタルだな。え、ひょっとして知らない人と話してたの？友達作るの早いな。お姉さん、暇？踊ろうぜ。ちょっと先生、何ナンパしてるんですか？え、赤王子先生、何をやってるんですか？先生はお客さん集めです。ディスコヤングプリンスをよろしく。ナンパの間違いじゃないんですか？赤王子先生、なんだかナンパみたいですよ。そうなんです。え、まずはナンパで女子をたくさん集めます。え、なんでですか？はい。そうすると男子も集まって、ディスコは大繁盛って寸法です。ナンパ大作戦です。え、そうなんですか？なるほど。だから踊ろうぜ。なんかやだ。なんか言ってあげて。若様先生、私もナンパしてください。あ、ナンパ希望者ですよ。ナンパしました、踊ろうぜ。ナンパしましたって。私も踊る踊る。うまくいってるみたい。ようこそディスコヤングプリンスへ。いえ、意外に人が入ってる。
忙しくて目が回るよ。はい。コン。オス。オス。おい、変な奴ら来てねえだろうな。多分。変な奴らって？そんくらいボケボケなら安心だ。普段は厄介だけど。なんかちょっと引っかかるんだけど。ん？とにかく早く案内しろよ。はーい。あ、ごめん。ではご案内いたします。こちらへどうぞ。お、ごちゃついてんのかと思ったらそうでもないのな。うん、踊ってる時つまずいたりしたら危ないからフロアには物を置かないように指示してるんだ。そうなんだ。ちゃんと考えてんだな。うん。お、指示ってことはお前が仕切ってんの、ここ？ああ、そうなるか。うん。へえ、すげえ、大したもんだ。ありがとう。よかった、こう気に入ってくれたみたい。私たちのクラスのディスコは大人気だったし、楽しい文化祭だったな。今年の文化祭はこうして終了した。今日はハリーとデートです。11月になったからボトム変えようかな。アクセサリーも外そう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。コウは、あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った待った。けどお前を待ってる時って不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。そうなの？悪くないからな、お前はまず。いや、なんでもね。そう？はい。まあ、今日の服が。何？あ、これおかしいかな。ちげえよ、すっげえ似合ってんなって。ありがとう。そうかな。やった、この服こう気に入ってくれたみたい。オルカショーとかやってんだな。どうする？行く。オルカショー見たいな。じゃあ今日はそっち行ってみっか。うん。オルカってでけえ。そうだね、シャチの異名なんだって。迫力あったよね。背中に乗ってみたいな。そうだな、どれだ？多分一番上ではない気がする。これかこれだけど、どっちかって言ったらこっちかな。迫力あったよね。ああ、ジャンプの後なんかすっげえ水しぶきだったもんな。あいつ遠慮なさすぎだって。うん、いい感じだよね。今日は面白かった。笑いすぎて顔痛え。またどっか行こうぜ。誘えよ。うん。なあ、まだ大丈夫か？時間。大丈夫だよ。うん、少しなら。じゃあ、それ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。うん。うん。ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。うん、またね。コウに家まで送ってもらっちゃった。あ、アマチ君と芝君だ。あ、あ、芝先輩、お疲れ様です。おっす、アマチ翔太です。そうだ、アマチ、お前俺を知って。名前覚えて。ああ、ありがとうございます。
います。おっす。え、それでいいの？なんなんだ一体。ねえ、本当にどうしたんだろう、アマチ君。あ、こうだ。一緒に帰ろう。こう。おっす。おっす。何してんだよ、こんなとこで。今から帰るところ。ね、一緒に帰らない？俺から誘うつもりだったのに、先に言うんぞ。ごめん。ごめん。謝れなんて言ってねえだろ。そうだね。まあ、とにかく帰ろうぜ。うん。うん。あ、何もない。コート楽しく下校した。お、オス。オス。今ちょっといいか。いいよ。オスか。どうしたの？改まって。今度の日曜日ってお前空いてっか？空いてるよ。うん、空いてるよ。じゃあよ、俺んとこ来いよ。行く。あ、変な意味じゃねえぞ。うちに遊びに来いってことだ。わかってる。うん、行きたい。よかった。どうした？こう？ああ、悪い。ちょっと安心じゃなくて、あ、いや、なんでもね。そう？そう？今度の日曜日、自宅前で待ち合わせでいい？ああ、楽しみにしてる。じゃなくて、楽しみにしてろ。じゃな。うん、またね。コウにおうちデートに誘われちゃった。今日はハリーのお家に行きます。洋服はこのままで、アクセサリーをつけましょう。これ。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。家から出てくるだけなのに。コウは、あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った待った。けど。けど？けど？お前を待ってる時って不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。そうなの？悪くないかもな、お前を待つの。いや、なんでもね。そう？おい、それもしかして。うん、そうだよ。うん、コウのプレゼント、早速つけてみました。さすが俺、見立ては正しかったな。うん、うん、すっごく気に入ってるよ。よかった。何？じゃなくて、俺が選んだんだから当たり前だっつーの。そっか、こう喜んでくれたよね。え、なんで鳴らしたの？自分の家でしょ？よう、なんか改まると緊張すんな。まあ、入れよ。はい、お邪魔します。うん、お邪魔します。おう。まあ、ゆっくりしていけよ。うん。わー、素敵。男の子の部屋って感じだね。なんというか個性的な部屋だね。わあ、素敵なお部屋だね。これだな。わあ、素敵なお部屋だね。そうか。ま、俺仕様だから素敵なのは当たり前だけどな。そっか。やったね、バッチリ好印象。今日はお前と一緒ですっげー楽しかった。また誘ってやっから付き合えよ。うん。うちまで送らせろよ。長くいてんだよ、お前と。本当？私も。ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。うん、またね。コウに家まで送ってもらっちゃった。
できた。ハリー、あれ、今の声こう？あ、いいとこに来たな。こっち来い。うん。え、なになに、どうしたの？いいから、ここ座れ。で、これを耳に。耳に？もしかしてイヤホン？ああ、じゃあさっきのできたって曲が完成したのかな。うん。入れたか？よーく聞けよ。うん。うわ、かっこいい。こう、これ。おー、かっこいい。このイヤホン懐かしいな。出来たての新曲、サビんとこだけだけどな。とても素敵な曲だね。素敵な曲だね。あ、終わっちゃった。え、まだ続いてるけど。どうした？あの、あ、あ、もしかしてもうちょっとこのまま痛いとか？終わったよ。あ、じゃあイヤホン返せ。うん。あ、ちょっと残念そう。うん。聞かせてくれてありがとう、コウ。本当に素敵なメロディーだった。完成するのがすごく楽しみ。完成したらすぐ聞かせっから。うん、楽しみにしてるね。興味たく、お前に一番に。うん、こう。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。